はい、こんにちは、ちせせです。今回は3月の23日までの期間限定のイベントクエスト、決勝何はともあれ痕跡に挑戦したいと思います。こちらのクエストはフィールドに点在する痕跡を集めることで簡単に歴戦古流の調査クエストが入手できる神クエストです。このクエストに関しては様々なルートがあるかと思いますが、今回は私が実践している5分ぐらいで回せるルートをご紹介したいと思います。スタートは初期キャンプ。まずはスタミナライチューを取り、1,2,3,4 と向かいます。しばらくないんですが、ここの先にクシャルの痕跡が2つあります。間違えていつも石ころ拾っちゃうんですよねクシャルの足跡、そしてこの次のエリアに、ここ3番なんですが、クシャルの装痕が2個あります。装痕、爪跡、どっちなんですかね、読み方わかんないですけど、装痕か爪跡があります。20ポイントで、この後に4番に行きます。ここ登らなきゃいけないんでね、ちょっと大変ですけど登ります。で、この先はスリンガーを使うとささっと登れます。へいへい。で、ここにまた爪痕が3つあります。こちらと登ったところにもう1つと、その反対側にもう一つ。出現する痕跡は、固定のはずです。私、今10回目ぐらいなんですけど、出てくる痕跡は、どこも同じなので、これは固定だと思います。では1番に、ファストトラベル。1番に帰ってきました。今度は1番から7番に、そして11、12、9、14、15と向かいます。7番は、この先は暑いところなんで、気をつけてください。まあ、気をつけることないですけど、暑いです。ここに痕跡があります。で、この次のエリアには痕跡はないんですが、ショートカットのために使えます。ショートカットってわけじゃないんですけど、通り道ですね。通り道で使えます。はっ！で、ここでいつもね、見つかるんですよね、敵に。ほら。威嚇レベル3つけてるんですけど、見つかるんですよ。なんですけど、まあ、スルーして、ここにテオテスカトルの体毛が2個あります。重なってるんですよね、ほら2個。で、取り忘れのないように調査レポート出ました。で、ここに足跡が2つ。ちなみに1回のクエストで調査レポートは平均4つぐらいかな、出ます。少ないと2個なんですけど、多いと6つぐらい出るんで、これはランダムです。で、あと威嚇スキルつけてないと、ここでめちゃめちゃ痕跡邪魔されますめちゃめちゃってほどじゃないですけど、たまに邪魔されてイラッとするので、威嚇スキルはあった方が無難かな。もちろん邪魔されないっていう時もあるので気にせずつけなくてもいいとは思うんですけど、もし威嚇スキルが簡単につけられる状態、装飾品をお持ちの状態の場合は採用した方がいいかなと思います。今装備している装備に関しては後でご紹介しますね。やった、ここネルギガンテ祭りです。調査クエストは欲しいのはやっぱり、ワルハザクとネルギガンテかな。ワルハザクは行きやすいっていうのもありますし、
ネルギーガンテは他の古竜と比べてヒットポイントが非常に低いので、非常に低いというか、まあダメージを与えられやすいので、すぐ終わるんですよね。なので、ワルハザクとネルギーガンテのクエストが欲しいなと思ってます。イビル城のね、歴戦がね、まだ未実装ということなんで、やっぱしばらくは歴戦古竜回すことになりますから、集めときたいですね。一個足跡スルーしちゃった。これで最後です。終わったら帰ります。調査クエスト何が出てるか確認したいので、今回は帰還します。お疲れ様です。5分16秒。だいたい5分10秒ぐらいで回れます。早速、歴戦の調査クエストを確認しましょう。今回は3つ出ましたよね。クシャル、ワル、キリンか、2枠。あんまり、美味しくない。美味しくないですけど、まあ、何回も挑戦して、このように4枠とか、あとは5枠とか、そこそこ出るので、まあ、頑張って回して、まあ、3枠以上の歴戦古竜に挑戦し、輝く龍脈石、たくさんゲットしたいと思います。イビル城のね、武器も、カスタム強化しなきゃだしな。装備ご紹介します。武器はウルムスマッシャー3を採用してますが、これは見た目が可愛いから採用してます。そして、威嚇の五石さん。こちらは装飾品で代用も可能なんですが、こちらをつけることによって威嚇レベル3を発動させてます。そして、ハンターヘルムアルファ。こちら装備スキルは道しるべ反応距離アップと研究者レベル1です。バルノスマント。こちらは装備スキルは熱ダメージ無効レベル1です。そして、パピメルマーノアルファ。こちら装備スキル、植生学レベル2と飛び込みレベル1です。ハンターコイルアルファ。こちらは装備スキル、採集の達人レベル1と潜伏のレベル1です。そして最後に、プケプケグリーブアルファ。こちらは装備スキルは植生学レベル1です。ちなみにこちら採取もできる汎用装備なんで、威嚇レベル3さえあれば、他は何でもいいです。シルベムシが隠れたりもしないので、痕跡の場所を覚えるまでは有用なスキルと言えるかなと思います。ランナーレベル2、ダッシュなどの徐々にスタミナを消費する行動のスタミナ消費量が減少するというスキルで、こちらあるとご飯を食べなくても突撃できるようになります。そして知識通学、こちらは採取ポイントの採取回数が増えるというスキルで、レベル2なんで特産品の採取ポイントの採取回数をプラス1になります。ブルーマリンを採取したい方は、まあ、ぜひぜひ採用してくださいというスキルです。そして熱ダメージ無効。こちらは暑さや熱によるダメージを無効化します。なので暑い場所行ってもダメージを食らわなくなります。そして道しるべ反応距離アップ。こちらは道しるべの反応範囲が広がりますので、痕跡の場所を覚えるまでは非常に便利です。なので最終的には威嚇レベル3とあとランナーがあればいいかなっていう感じです。ブルーマリンを納品するかどうか、またついでに採取などをするかどうかによってスキルは変わってくるかなと思います。私は欲張りなんでスキルは全部乗せ、まあ、何でもできるように揃えました。装飾品こちらです。競争樹を2つ入れてるのと、まあ、地学樹を2つ入れてる感じです。私はブルーマリンを納品したりとか、あとはキノコを採取したりしたいので、このスキル構成にしてますが、例えばこの競争樹なければ、他の防具で代用もできますし、あとは毎回ね、ご飯を食べてしまえば競争樹も必要なくなるので、正直威嚇レベル3さえあればいいかなと思ってます。ということで、今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。皆さんもぜひ、このクエストチャレンジして、いっぱい美味しい歴戦古竜のクエストゲットしてみてください。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。